では、今日たくさん来ている、すごい数の質問来ています。ちょっとね、こ全れ部あ全れ部でさすばけけるど、のかな？いや、どんどん行きましょそうですう。はい、ね。続々と行きたいと思います。はい、じゃあ、この石川さんの質問いこうかな。中央大学。はい、プロになると、なかなか相手シュートをキャッチすることが難しくなると思いますが、キャッチ技術を変えることの必要性はありますか？と来てますが、変える。変える。はい、どうでしょう、奈良さんからじゃあお願いできますか。キャッチ技術を変える。はい。要は多分まあ、どうですか学校レベルとあれですよね、やり方を変えるとか、なんかね。まあ、意競識技変レえベルが上がることによって、なんかこう、技術的なことも変えることが必要なんですかっていうる。技こと術なの的か。なことを変えることはないと思いますよ。ない。まあ、ただ、なかなかつかみにくいとか、そういうシュートがまあ増えてくるとは思うんですよ、それで。それをまあどう処理するかの判断は磨かないと、まあ、もちろん弾くテクニックもまあ必要だし、で、まあ、それをどう使い分けるかっていうところじゃないですかね。なるほど。まあ、キャッチのテクニックを変えるっていうことは特に、まあ、強いて言えば、一回で掴むというか、一回こう、バウンド下に落として取るとか、まあそういうことはあるかもしれないですけど、一回で掴むのは難しければですけどね。なるほど。それがまあできるかどうかっていうか、もう大事かなっては思います。なるほど。判断の部分ですいや、ね。そうですね。やっぱ技術もちろんですけど、使い分けみたいなところもあります。ダンさん、いかがでしょう。多分、自分あんまりキャッチ得意じゃないんですけど、いや、そそんのなこと中で、ないでしょ。いやいや、本当に、なんか代表とか言ってても、こう、権田選手とか、川島選手とか、ちゃんとこう、掴める技術で、ちゃんと毎回同じ型で、掴むイメージがあるんですけど、そういう、ちゃんとした型が定まってれば、比較的強いシュートでも、キャッチできたりっていうのあるね。とにかく、なんつうんだろうな。自分がやってる型を磨き続ける。まあ一番いいのは、高木義成さんのツイッターをの動画を見ることが一番いいと思います。間違いない。これはね、本当、すごい表現してるなと思ってます。ダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の、これちょっとすごい本当に基本的な話なんですけども、基本的なことすぎますが、キャッチするときの手の形ってどうすればいいんですかという、多分かなりお若い方からの質問なんじゃないかと思うんですけど、お二人で違ったりするんですか、そのああ、正そう、面確キかャッに。チの手の使い方というか、作り方みたいなのって。そんな変わんないんじゃないです変わんないんだ。か 一番取りやすいのがいいと思いますよ。でも、なるほど。必然的に、こうやって取ったら無理だろうし、真剣白刃みたいなってことこうね。やって取ったら取れないだろうし。やっぱ、いわゆるこういうやつ。こういう感じだと思いますけどね。どうなんだろう。いろいろありますよね。いろいろありますね。意外ちょっといとろいろ前ある。だと三角とか。そうですね。今、なんか最近記事で読んだのは、なんかハート、逆ハート、ハートが逆さまを向いてる感じ。逆ハート。こうくっつけたら逆ハート。へそれをちょっと話したぐらい。じゃあなんか、それが、最近はそういう言い方をするみたいなのを見たことあるんですけど、どれちがないいみに、かは自分の判断だと思います。ちなみにダンさんはどんな形なんですか？あ、僕はちゃんとその逆ハートを最近意識してます。最近逆ハートなんですね。でも、そうなんだって、そうやって代表レベルのプロの選手でもそうやって、あれですね、いろいろ取り入れたり、ちょっとずつ微調整したりする、アッされプデート。あ、苦手なんで、こう、どうやったらより取れるかっていうのは常に考えてます。今の話もすごいヒントありますね。でもね、確一番か基本のキャッチのとこですけど、に。やっぱ代表ゴールキーパーの選手でもそうやって日々、要は試行錯誤を改良続けしてるていっというてこるとってこでとすですよね。ね。じゃあ手の次に。形、あ、すみません。あ、どうぞどうぞ。手の形もそうですけど、多分こう、上の絞りとか、
なるほど、ね。肘の絞り、そっちの方が、そっちもかなり大事だと思います。こう取るよりは、多分こう取る。開いちゃいかんってことね。はい。で次はシンプルな質問です、はい。南米キックについてどう思いますかと来てますが、これはいわゆるブラジル蹴りってやつですか。ブラジル蹴りって格闘技みたいな。言いますよね、ブラジル蹴りとかなんか。あの多分おそらくこうボールを持ってってこう横からなんかこう、パントキックで横殴りの、殴りのキックとかじゃないかな。オスカー・コルドバみたいな。みたいなやつのことじゃないですか。あれについてどう思いますか。アボンダンシエリみたいな。あ、アボンダンシエリ、そうそう。とか。ボンダンシエリ。どうなんでしょう。じゃあダンさんからあのキックはこうチャレンジしたこととかありますか。まあ俗に言うサイドボレーだと思うんですけど、はいはい、使えるときに使えるように、うん、あの練習だけはしてますけど、はいはいはい、まあ、意外と試合中だと最近はもうスローイングでとか、うんうん、まあ、はいはい、グラウンダースローで近くにつけてっていうシーンが僕のチームだと多いです。チームによると思います。そうかそうか、チームによる部分が大きい。しかもまあ今多分、あの例えば90年代後半とかの方がパントキック蹴る頻度多かったと思いますね。なるほど。今ほどその、なんていうの、下からつなぐって感じじゃなかったから、前に蹴ってる。奈良さんはどうですか、そういう、まさに90年代後半とかだと、うんうん、そういうトレンドとかでこう練習したみたいなのありますか。練習しましたよ、なんか。はいはい、はい、それこそ本当に昔のトヨタカップとかの、うん、南米の方のチームがのキーパーがそうやって結構倒して、ね、うん、蹴っててとか、はいはい、もうそれこそ本当南米キックって言ってましたよ。南米キックってやっぱり言い方とかが、うん、かっこよかったですね、その蹴り方とか。あ、確かにね、あのフォルムがかっこいいですよね、うん、あのトヨタカップって結構ね、あ、そのそうそう、トヨタカップに来るんだよね。そうで、その海外のサッカーに直に触れる結構数少ない機会だった。貴重な試合なんです。貴重な、そうですよね。今みたいなゾーンでトレンドをその1年のその1試合で2年でトレンドしろ2年に1回ぐらい、でも、まあ、でもまあでもそこまで派手にボレーとかじゃないにしても、でも最近はみんな少しやっぱり、ね、こう弾道も考えるから、はい、ああやって、ね、こうボレー気味に蹴る選手多いし、はい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 、うん、まあ、遠くに早くつなげるっていうテクニックでは、まあ、うんうん、まあ、必要な蹴り方かなとも思いますけどね。うん、なるほどね。まあ、大事なのは遠くに早く届けるっていう、あくまでもその目的があってっていうところってことですね。うん、まあ、エデルソンね、うん、それこそ、うん、なるほど。すみません、じゃあ次の質問いきます。高木義成さんからの質問です。日本人ゴールキーパーに個性的な選手がいなくなってきてると思うのですが、お二人はどう思いますかと来ていますが、至って真面目な質問、はい、真面目な質問ですが、奈良さんいかがでしょう。彼はいる、まあ、ライセンス制度に物を申したいのか知らないですけど。まあ、そう、どうですかね、いろんな個性的な、そもそも指導者がいた方がいいんじゃないかって、うん、多分あ、思ってるんじゃないかなって思います。なるほど、それは、はい、それはそうかもしれないし、うんうん、なるほど、確かに、まあ、いろんな、あ、ごめん、奈良さんどうぞ、はい、いろんな僕らもこう国の、まあ、指導者というか、まあ、キーパーコーチと接することができたから、うん、こういろんな、はい、ものを吸収できたけど、まあ、同じことばっかり言われる指導者に、ね、こう指導されるよりはそういういろんな引き出しが増えて、僕はすごく良かったなって思うんで、さっきの言ってた、あれですね、いろんなこと何でもやらなきゃいけないっていうところってことですね。まあ、それもあるし、はい、まあ、まあ、あるコーチはこう上のボールを順手でいけって言ったり、はい、逆、あるコーチは 逆手でいけとかって言ったり、まあ、そういう、まあ、こう、まあ、細かく言えばそういう話で、まあ、どっちを取るかっていうのも、うん、うん、まあ、絶対こっちっていうこともなかったりもする、うんうん、っていうのもあるから、まあ、両方、うん、両方そういうし極端な指導を受けて、で、自分がどっちを選ぶかっていうところもあったりもしたかなって思います。うん、
ソリンチンさんはですね。はい。はい。ダンさんは いかがでしょう。なんか技術的に個性的な選手なのか、こう人間として個性的な選手なのかっていうのにもよると思うんですけど。なるほど。まあなんかこう、ガツガツ人間的の方でちょっと話すと、こうガツガツ吠えて鼓舞しまくるキーパーみたいなのはなんか昔と比べたら少なくなってて、みんながこう比較的クールにやってるイメージ、まあそれがいいか悪いか僕は別にどうも思わないですけど、傾向として、そういう傾向はあるのかなとは思います。さっきでも奈良さんの方の話を聞いて思ったときに、はい、そのやっぱりこれ僕が尊敬してる林真紀っていうはいはい、コーチがいるんですけど、奈良にも奈良クラブの考えて本とかも出してるからですね、はいはい、結局、選手は指導者の鏡だから、個性的なその選手がいないっていうのは個性的な指導者がいないっていうこととイコールだっていう話をしていて、だからやっぱそういう個性ね、高木芳也さんとかまさに個性的なコーチを目指されてるんだなと思うんで、そういうところからやっぱ個性的な選手が出てくるのかなってちょっと、だと思いますけど、はい、期待しましょう、う彼に。だからいや、本当に高木さんも出てきてもらってもいいぐらいなんですけどね。本にしてもらっても大丈夫ですよ、高木さん。じゃあちょっとどしどし行きたいと思います。すごい数の質問来てるな、本当に。ちょっとこれチョイスせざるを得ないので、すみません、いくつか同じようなパントキックの質問とかちょっと飛ばさせていただきます。はい、どれいこうかな。これいい質問かな、これは。はい、太田さんの質問ですね。欧州南米の強豪国では、ゴールキーパーの地位が高い。人気ポジションとしてブランディングができている。一方で日本ではまだまだ人気ポジションとは言えない印象を受けます、お二人はどのようにお考えでしょうか。またそれはなぜでしょうか。めっちゃいい質問じゃないですか。はい、質問来てますが、ダンさんからじゃあ行きましょうか。正直わかんないです。なぜなら。まあ、難しいですよ、これ。ちょっと、これ答えるの、うん、かどうかん考えとしては、やっぱりこう、ちゃんとしたゴールキーパーコーチがまだ多くないから、キーパーの楽しさを伝える人が少ないっていうのは、一つの理由としてはあるんじゃないかなとは思います、個人的に。なるほど、なるほどね。確かに。はい。奈良さん、いかがでしょう。そうですね。これは まあそれはそのヨーロッパとかのね方が確かにキーパーやりたいっていう方が多いなっていうのは、なんとなくいろんな海外の指導者とかと話することがあってもなんかまあやっぱり感じたりはするんですけど、どうですかね。まあそういう指導者の、まあ、今はもう結構、はい、増えてはきてはいると思うんですけど、まあ、そういういい指導を受けれる環境が、まあ、整ってきてはいると思うんで、まあ、これからかなっていう気持ちと、まあ、でもやっぱり痛かったりとか、まあ、汚れたりとか、まあ、そういうこともなんとなく日本じゃなかなかね、綺麗なそんなこう芝生の公園があったりとか、グラウンドがあったりとかっていうのは少ないと思うし、ね、本当に、ね、長崎聖坊さんのオンラインサロンですか、オンラインサロンで、私一度長崎さんに質問させていただいたことがあって、海外のゴールキーパーが遠くのシュート、要は飛んでセービングするときに、最後の伸びが結構日本のゴールキーパーと違ってすごい伸びるなって印象があるんですけど、どんなところにあれがありますかっていう伺った時に、その時も奈良崎さんやっぱりそのグラウンドが砂利の上で飛ぶ、土の上で飛ぶのか芝生なのかっていうのがもうあると思いますねってね。いやだからその問題って結構こう子供が目指す上では大きいポイントになりますよね、痛い、痛くないか。僕もだから痛くてやっぱこう受け身のことを少しこう、頭をよぎりながら飛んでたりとかしたこともあったんで、まあその辺はちょっと
ね、こうやっぱ思い切って飛んで痛くないっていう環境の方が多分、ね、こう小さいこう年代とかだったら、うん、いいんじゃないかなって思いますけど、まあ、なかなかそれは難しい問題でもあるかなって思います。すぐには変えられないポイントですもんね、そこはね、うん、それこそ昔のゴールキーパー、まあ、今本当人工芝もだいぶ高校レベルでは増えてきたって聞きますけど、土のグラウンドで、あのかさぶたがみんなできるから、そう、太もものかさぶたをビフテキって呼んでたって僕、はいはいはい、聞いたことありますけど、それ共通言語になっちゃうぐらい当たり前にそうなってたんですからね。みんなかさぶたができてたって要はかさぶたできて治らないうちにまたそこ剥がれるんですよでピンク色になったっていう。え、やっぱ奈良さんもそうでしたか。いや、そうですよ、ほんと。ビフテキとかハンバーグとか言って、ビフテキハンバーグ、うわー、はい、うわ痛そうだな、聞くだけで。まあでもそれプラスでもやっぱりそうですね、こうゴール決めるだけじゃなくてゴール止めることもこうやっぱいろんなところでね、うん、こう来る、はい、あのここで言うのもなんですけど、メディアの方にも取り上げて、ね、もらいたいなとかって、はい、まあだいぶそういうなんかまあ見たことはありますけど増えてきたなとは思いますけど、なるほど、はい、確かに1点取るのとね、1点止めるの同じですしね、そこ同じです、はい、うん、本当その通りだね。じゃあ次の質問、あ、すごい、オーストラリアからありがとうございます、オーストラリアで育成のゴールキーパーコーチをしています。楢崎さんとシュミット選手が12歳に戻れるとしたら、それから、そこからプロになるまでにどんなことを積み上げていきますかと。これもいい質問ですね。面白い質問いい質問、すごい質問、はい、聞いてみたい。じゃあ今回は楢さんからいきましょうか、はい。12歳です、ね、戻れるとしたら、なんすかねなんすかね、うん、これ難しいよ、うん、難しいですね。でもそう、やっぱりダイビングの技術はもうちょっとこうやっぱり練習したかったな、本当に思いますよ。楢崎さんレベルでもっとそこを高めたかったなって思うんですか。思いますよ、やっぱり。すごい。あとはまあそういう今で言えば本当に 足で扱うこととか、うんうん、ですね、うん、なるほど。ダンさんいかがでしょう、12歳っていうポイントなんですけど、これ、うん、僕だったらとにかく、一通り基礎的な要素、あのキャッチング、あとはセービングの形とか、そういうのを徹底的に叩き込んでもらいたいですね。12歳に戻れるとしたら。基本ってことですね。やっぱその一通りって、はい、本当全部やるっていうのがやっぱゴールキーパーにおいて この大事だっていう。ところですね。一通りがどこからどこまでっていうのは自分でもすぐにはちょっと思いつかないんですけど、うんうんうん、いや、あの松本コーチがそれこそまたゴールキーパーねサロンで話してくれてたのが、その中学年代、まあ13から15かなの子たちにももうあのノンステップダイビングを、はい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 、まあ教えているという話をしてたのが結構面白くて、うん、でそれは結構どんな背が小さい子でも、うん、その中学年代でノンステップダイビングで普通に真ん中から端までは届くようになると、うん、なんかね、そう、映像もちょっと見させていただきましたけど、見させていただいた、本当そうで、ね、まあね、160センチとかぐらいのね、身長でも最終的に届くようになるっていうんで、うん、まあそれ届かせたのにこう一回手で書いてからまあ伸ばすみたいなのもあるんですけど、はいはい、基本はノンステップでいけるみたいなことをまあその年代から教えてて、まあそういう年代から、まあ、まさに一通りやるっていうのはどこまでかって話ありましたけど、うん、そういうことももう全部その年代ぐらいからやっとくみたいなのが結構大事そうだなって今ちょっとダンさんの話を聞いてみました。トップレベルでもうステップ踏む時間がねなくなってきてますからね。では次行きましょうか。育成年代の話ちょっと続いちゃったんですみません、いくつか、飛ばさせていただきます。はい。どうしましょうね。どれがいいかな。これいきますか。大学でプレーしています。ビルドアップ時にボールを持った際、選手の位置やスペースを見るのはどのタイミングで何人の動きを見るように
意識してますか？すごい難しい質問だな、これ。はいはいはい。でも多分あれですよね、受けて、バックパス受けて、パッて顔上げたときに、どのぐらいまで認知してるかってことですよね。どこを視野を置くかみたいな。うん、でも来る前にやっぱもう、ダンサーとかもやっぱ来る前にある程度もう判断してるって感じですか？来る前に、空いてる比較的フリーな見方、あとはフリーなスペース、うん、このスペース空いてるからここに見方入ってくるかもっていうスペースは認識するようにというかしたいとは思ってます、うんうんうん、なるほど。それバックパスが来るときに、まあ、蹴ったボールが移動中とかにパッてこう見てとかですか？そうですね。なるほどなるほど。とか、まあ、蹴る寸前、うん、来るなって思ったら自分のところにボールが来るなと思ったときにそこを探せれば、うん、比較的その後はスムーズにプレーできる状態なはずですね。うん、なるほど、なるほど。あの、この同じような質問がちょっと来てるんで、そのセットで聞いちゃうんですけども、うん、そのビルドアップの時に、まあ、長いボール蹴るか、つなぐかの判断っていうところはこう、どの判断基準を持ってるんですかっていうのが来てるんですけど、うんね、チームのプレーモデルとも関連しそう。やっぱこれチームのプレーモデル、先ほど話聞いてると大きそうですよね。そうですね、やっぱりこうちゃんと味方がフリーになる努力をしてるか、うんうん、一番近い味方がそれが、なるほど、それによってあの自分のプレー選択は絶対変わると思うので、うんうんうん、自分にプレーあのボール来た時に、まあ、近い選手が誰もフリーじゃなくて前線が多分近いボール、近いところが誰もフリーじゃなければ、多分最前線がおそらく同数にはなってると思うんで。はいはいはい、そうなるほど、なるほど。そうです、そうなってたら、まあ、ロングボールもありかなとは思います。なるほど。っていうか、まあ、ロングボールが、まあ、一番相手のゴールを脅かす、一番の近道なのかなと思いますけど。なるほど。当然、やっぱ時間帯とか点差とか、そういう状況によっても、判断の基準って少し変わりますよね。かなり。僕は変わりますね。かなり。はい。うん、あの、奈良さんはこのビルドアップのところのその指導ではどういうふうなその判断基準って教えてるんですか？いや、やっぱあれじゃないですか。こう来る前にちゃんと把握しておくっていう。うん、まあ、パスが自分のところに渡る前、うん、まあそこ、その前にやっぱりちゃんと見てってことですよね。あとはだから止めて、蹴る前もまあ少しやっぱり見れるかな、はい、あとはそのまあ見方も把握するけどやっぱりこう敵もこうどうこう狙ってるとかとかっていうのは、はい、まあ、その逆を取るっていうことは意外に相手にとっては痛いっていうか、うん、そうか、同じ位置に立っててもそうかそうか、それを見れるかどうかっていうのも、まあ、うん、大事じゃないですか。なるほど、はい、次の質問に行きたいと思います、はい、またシンプルな質問来てます、はい、アントラーズの下部組織でキーパーをやってるんですけど、うん、ハイボールの出るタイミングがわからないのです、うん、どのタイミングで出ればいいですかという質問が来ています。なるほど。これもね、ハイボール、はい、どんな状況のハイボールかによってあれがもう、ね、うん、アンさんも奈良さんもお二人ともハイボールがすごい強いイメージがあるんですけど、はいはい、すこれはぜひ聞いてみたい、うん、じゃあ奈良さんからお願いできますか。ざっくりの質問ではあるんですが、うん、はい、鹿島下部組織であるなら、はい、あの、曽我畑さんに聞いてみるのが一番戦友でやってましたね、奈良ちゃん。一番近くに見本いますから。確かに確かに。一番近くに。まあでも、ハイボールはどうですかね、自分が一番高いところで取ればいいんで、ほうほう、まあ、そこがどこなのかっていう、まあ、把握、判断を、まあ、蹴られて、パッてこうボールがこう出たときに、見極められるかどうかっていうのも大事だし。確かに。あとはまあジャンプするトレーニングもまあもちろん大事かなとも思うし。ああ、なるほど、うんうん、はい。両足、片足、はい、しっかりちゃんともう上にね、こう、
力を伝えれるかどうかっていうのも大事。うん、まあ、でもまあ何より落下点をこう 見極めるのが一番必要かなって思いますよ、ね。うんうん、なるほど。ダンさんいかがでしょう。そうさん、ほとんど同じ意見なんですけど、うん、ちゃんと自分の最高到達点で、うん、取れるように、うん、それに対して歩数、うん、歩数というか歩幅ちゃんと合わせて出れるような、うん、そういう練習というか、うん、そういうボールをまあ別に手で投げてもらったボールから始めてもいいと思うんですけど、そういうとこから始めてタイミングを掴んでいくしかないんじゃないかなと思います。やっぱあれですよね、本数をそれの上でこなすっていうのもある程度やっぱ必要になってきますよね。ハイボールとかクロスは本数だと思います。柏レイソルの、はい、今札幌ですけど、菅野選手とかは、はいはい、聞いた話なんですけど、はい、とにかく本数をこなしまくったっていうのが軌道だって、はい、だから身長は低いですけど、うん、ちゃんと自分タイミングで適切な位置でボールを取るっていう、その能力がちゃんとあると思うんで、なるほど、こんだけ本数をやってれば、その域に行くと思いますけど。それね、177センチぐらいですもんね、菅野選手もね。でも J1 で、高い方じゃないですか、ね、そう、だけど J1 で今でもね、本当すごい素晴らしいプレー、うん。今シーズンすごいっすよね。いや、すごい、本当すごい、素晴らしいっす。むしろなんかどんどん洗練されてね、そんな感じしますよね。ハイボールって本当あれですよね、普通の、多分サポーターの方とか普通に見てるんですよね。キャッチして当たり前みたいな、野球の外野フライぐらいの感じで見てるんですけど、ただ、ハイボールって本当見た目の何倍も難しいですからね。うん、はい、ハイボールで僕飲む方になっちゃう。なんかね、そう。すいません、ちょっと。次の質問ですね。次の質問。失礼しました。はい。なるほど。面白いな。結構面白い意見も来てるんですけども。そうですね。キーパーの方多いから。はい。じゃあこの、池田さんという方の質問、足元の技術の話が出ていますが、育成年代ではフィールドプレイヤーとゴールキーパーのトレーニングの割合はどのようにお考えですかと来てますが、割合何歳ぐらいなんだこれ育成年代って、なんかそこの年齢も結構重要な気もしますが、お二人この質問にはどうでしょうか。ダンさんからじゃあお願いします。割合、ちょっと育成年代の指導とかに携わらせてもらったことないんで、あまりわかんないんですけど、まあこうウォーミングアップぐらいで、僕のイメージはまあ足元の技術はパスとかはちょろっとやって、やっぱり重きを置くべきなのは間違いなく、キーパーの技術に特化したトレーニングだと思うんで、うん、難しいな。ちょっと奈良さんのお話を聞きたいです、これは。現役コーチの、そうですね、はい、指導の現場にいらっしゃる。奈良さん、現場ではどうでしょう。そうですね、まあ、うちのクラブで言えば、はい、まあ、小学校のまあ、6年生、まあ、小学校までは意外にその両方やってというか、まあ、専門的なトレーニングもまあしますけど、別に毎日してるわけじゃなくて、うん、はい、基本的にはそのフィールドプレーと、まあ、週1回、2回とか1回ぐらいかな、本当に、はい、キーパーコーチがトレーニング見るっていうのは、そうですね、まあ、まあ毎日練習してるわけじゃないですけど、小学生なんで週に本当2、3回ぐらいですけど、うんうんうん、で、まあ、週末の試合って感じですけど、そのうちのまあ1回が キーパーコーチがトレーニングしてる感じですね。で、まあ、中学生中1になって少しその割合が増えて、まあ、中2、中3になるとまあほぼキーパーのトレーニングを、うん、まあ、主に、まあ、キーパーをやる選手はキーパートレーニングしてますけど、
まあ、自分も小学校の時そういえばフィールドと、はい、キーパーうん、いいとこ取りしてこう両方やってたなとか思いますし、はい、すごい、はあはあ、だからなんか、まあ、今はそういう理論があって多分そういう考え、うん、キーパーのトレーニングとフィールドトレーニングの割合も考えてそういう取り組みをしてると思うんですけど、うんまあ、僕は自然とそういう、うんまあ、今と同じような流れで トレーニングできてたなってちょっと運が良かったなとは思いますけど。なるほどなるほど。やっぱ聞いてると結局ゴールキーパー何でもやらなきゃいけない問題に行き着くなって思っていて、ね、なんかフィールドプレイヤーは別にゴールキーパーの練習しなくていいわけじゃないですか。もしかしたらした方がいいのかもしれないけども、やっぱそういう意味でゴールキーパーはフィールドプレイヤーもちょっとはやった方がまあプラスになることがある。そうですね。本当にいろんなことやらないっていう、いけないっていうのは、うん、あそしてこれがすごく、はい、いろんな方から聞いてくださいっていうのも来ているので、はい、この質問いい、ね、はい、僕もちょっと聞きたいと思います。うん、本日ありがとうございます。私は、奈良崎さんに憧れ、小学校ゴールキーパーを始めてずっとプレーしてきたので大変嬉しい時間となっていますという嬉しい感想をいただいています。ありがとうございます。ずっとプーマのグローブとスパイクをつけてましたと思ってます。すごい、もう熱烈だ。気持ち伝わってきますね、はい、もう一文で。そしてお二人に聞きたいこととして、奈良崎さんから見たシュミットさんのプレーの凄さ、シュミットさんから見た奈良崎さんのプレーの凄さ、それぞれぜひ教えてくださいという質問です。これどっちから先聞いた方がいいんだろう。どっちの方が話しやすいんだろう。ダンさんから言いましょうか。そうっすね、はい、まず信頼見ててこう信頼できるというか、まあテレビから見せてこう、うんまあ、当時の自分からしたら奈良崎なら止めてくれるっていう絶対的な信頼感がすごくテレビで見せて僕あって、でいざ最近あの自分がキーパーとしてキャリアを重ねる上で奈良さんのプレー見てて思うのは、こうシュートに対する準備のタイミング構えで、あとはシュートが来た後の対応がすごく的確で、あの正確にそのプレーが行われてるなっていうのがすごく奈良さんのプレーを見てて感じた凄さでした。うん、なるほど。それはもうポジショニングから何からって感じですね、はい、あらゆるすごく細かい。奈良さんもあのおっしゃってたんですけど、すごく足を使って、はいはい、あのポジショニングを修正するとか、足を使って、うん、あのシュートに対応するっていうのがすごく見て取れる、すごく参考になる、あの参考になるって言ったら失礼ですけど、すごく勉強になる、うん、ゴールキーピングをされている方だなっていうのは思いました。いや本当あのダンさんのおっしゃるように、あの奈良崎さんなら大丈夫っていう、はい、ディフェンダーの方めっちゃ多いですよね。はいはい、選手の話聞いても、うん、それはすごい僕もよく取材してて聞いたことです。あ、そうですよね、はい、結構シュートブロック行って打たれた時にもう確信して振り返るみたいなこと言ってる、ね、そうそうそう、大丈夫、そういうことを言う人が結構、うんうん、いましたね。はい、奈良さんから見たじゃあこうダンさんの、まあ、良さどこでしょうか。いや、僕はその現代だからそれこそ今何でもやらなきゃいけないっていう話があったんですけど、まあそういうのをこう兼ね備えてるから非常に羨ましくて、もちろんその体格もそうだし、まあまあ、ゴールキーパーとしてのね、こう、まあ、止めることプラスその、まあ、仙台の時は意外にそんなに目立ってなかったんですけど、代表とか試合を見るとやっぱりこのビルドアップに関わることの能力はなんか、うん、仙台でちょっと対戦した時とかはそこまで印象なかったんですけど、うん、やっぱこうそういうのが出てくる試合で結構まあ、うん、生きるなと思ったし、うん、だから、まあ、本当に今の、ね、こう時代に求められるものを、まあ、兼ね備えてると思うんで、うん、非常に羨ましいです。
お互いめっちゃ嬉しいっすわ、これ。噛み締めるわ。すごい、すごい、すごい。喜びの声が今。心の声めっちゃ出たりした。いやもそれはもう、いっぱい試合だから経験してね、こう。はい、もっとこうスケールアップするのを本当期待はしてますね。本当ですよね。あの代表のゴール本当マウス本当何卒お願いしますという。本当ね。こういう気持ちです。我々試合でも祈る側ですからね。そう応援する側ですから。はい、僕も応援する側なんで本当にお願いします。お二人からちょっと、それぞれのちょっとサロンの、PR をしていただければなと。思うんですけれども、じゃあまず先にダンスさんからお願いできますでしょうか。はい。はい、まあ、中で配信しているのは大体、基本的に毎日配信しているものは、まあ、キーパーにまつわる何かニュースみたいな、もう技術的なニュースとか、もういろんな人にフォーカスしたニュースとかをまず毎日1個上げているのと、あとは自分の練習の映像とかを出して、まあ、ちょっと、ネガティブめに自分で、ここはこれがダメ、ここはこれがダメ、自分なりに解説したり、あとまあ自分の練習試合の映像とか、とか出して、こうどうするべきだったかな、みたいなのを参加者の皆さんに聞いて、皆さんから意見いただいて、みたいな。比較的こう自分をさらけ出してるあのサロンにはなってて。まあそれが、今のところそういう感じなんですけど、まあ今後の展開、やっていきたい展開としては、こうちゃんと、もっといろんなゴールキーパーの方たちの意見を聞いて、例えば自分がもっとレベル高いリーグにステップアップできたら、そういう場で何をしてるかとか、そういうのも配信していければなって思ってます。原さんのゴールキーパーオンラインサロンの、ちょっと PR をお願いできればと思います。PR ですか？はい。僕が現役時代にプレイした映像を使ってですね、はい、まあ、細かく、この時どういう気持ちで、どう考えて、どういうプレーを、ね、こう選択したかっていう、話を、こと細かに、うん、ちょっとなんかまあ恥ずかしいですけれども、偉そうに話してるオンラインサロンは、いやいやいや、本当あの奈良さんはこう参加してくれてる人のなんかレベルが高いですよね、すごい。あ、本当ですね。もうそうですね、購入者とこうそういうのに触れ合ってですね、うん、まあ、話の内容が確かにマニアックすぎて僕もついていけないぐらいのサロンがあってですね、はい、はい、ぜひ、はい、まあ、それがあの発展してこういう形に、ね、なって、本当に、はい、すごく僕は嬉しくて、はい、ダンともこうやって触れ合うこともできたんで、非常に、はい、やってよかったなっていう、そんなサロンです。はい、うん、